どこでも起こりますよ。これから鳥取県の掲示板を使って、そんな商業活動をしようというのであればやめろって言います。当たり前です。鳥取県議会で今日答弁に立った平井知事、東京都知事選の選挙ポスターをめぐる問題について、民主主義の根幹が壊れかけているなどと指摘しました。東京都知事選では過去最多56人が立候補する一方で、選挙ポスターの掲示スペースを販売する候補者が現れるなど、そのあり方が議論を呼んでいます。昨日の夜には一部のポスターが破られる事態に。こうした掲示板の使われ方を公職選挙法に反していると指摘する平井知事。多くの方々が選挙の正当性に疑問を感じるようになってきてますから、これは民主主義の危機だと言わなければいけない、行動を起こすべきではないかと思います。平井知事は都知事選終了後には公職選挙法の改正なども視野に、選挙制度の正しい在り方を考えるべきだと強調しました。